正月あたりからそのこの春に合わせてそのウェイトとかもうピーク持ってこれるように調整しててのこれだったんで、もう泣きましたね。プロを経験して帰ってきた時はなんかもうなんだこのチームみたいな、マインド低すぎだろって正直思って、で自分も声上げてやってたんですけど、まだ練習1回もできてないんですよ。その帰ってきてすぐ試合から合流だったので、まあ、やっぱ練習じゃないですか、一番こうチームを変えようと思ってできるのだ、まあその分まだ変えれずにいるんですけど、まあ、自分が合流したら本当その根本的な声出すとか一生懸命さっていうのをなんか伝えていければなと思います。だもう静かっすもん、めっちゃ。まあちょっと厳しい状況だね、ものすごい厳しい状況だから練習の質を相当上げていかないと本番にゲームとしてイメージできなくなって、今の問題とはいい練習できてないから、だから練習の中で強度上げて全体的にいい練習できていけばそれが積み重なると思うから、練習回数もうちは多くないからね、一つ一つの練習無駄にしたくないから。分かった。ちょっといろいろ模索しないといけないなと思う。まあでも試合に絡んでるのはもうちょっと責任持たないかんな。太田もまだ今日本当良くないぞ。お前もね、試合に出てんのにさ、あんだけターンオーバーしたらさ、練習ならんのよ。でしょ？お前1年生だからとか関係ないから、今日がいい明日は悪いとかじゃチャレンならんのよ。まだもうあとは全体的なこうケミストリーが微妙にずれてる。まあそれは仕方ないよ。去年じゃない、まあね、違うメンバーみんな来てもう一回チームってなるから、まあ、簡単にいかんからね。だから徹底しましょうって言ってるな。だからしつこい以上に喋りましょうって、小平はよう喋ってくれてるけど他のやつはみんな聞くだけじゃなくて、だからコミュニケーション取りましょうって言ってる。それをめんどくさいとか、それはああもういいやこのドリル適当に流すって言ったら、それ積み重ならない。全然積み重なってこないよね。わかる。それぐらいはこだわり持てやな。ドリブル一つもボールをなくすとかもう一番俺嫌いなことなんや。で逆に1年生にも問うけど、菊池とかお前とかな、お前自分でできるスキルがあるかもしんないけどそれ以外できなかったらどうすんの、お前それ止められたらどうすんのでしょ。いや分かんない、別に俺はお前に練習しろとは問わないよ。別にだって俺お前じゃないから、お前が練習するかどうかお前次第であって、お前がプロ行きたいとか目指したいとか言うんだったらそれはお前、いや自分がやるしかないじゃん。その辺のみんなマインドをもう変えていかないと
きついよね。まあ、もちろん1年生だからっていうのはあるかもしれんけど、でももうそんなフィールドじゃないところにいないといけないよ。もうでしょ。別に最高大も強いよ。今この条件で悪条件の中で戦わないかんのよ。なんか勝って次東海だよ。あ、じゃあ東海すごいねで終わるの。またもう何回もやってんだよそれは。俺ら4年生も分かると思うけど何回もやってんのよ。で一番スカウトが見る来る可能性高いのは関東大学選手権だからね。ここでじゃあ東海、俺らが頑張って最後勝ち上がったら東海戦見に来たらスカウトの人みんな見に来るよ。それで何ができますかっていう話だと思うよ。まあでもその前に最高大戦わないと。最高大戦で俺ら負けたらそれはまあ岡田とか武とか公平とかプロの評価受けてるところもあるよ。でもその一気の株もすぐ落ちるよ。そういう世界だよ。いや俺はだから今チャンスのある4年生のためにもさ、やっぱり東海まで行って東海といいゲームしないと。せっかくこいつらが頑張ってきたのに結果台無しになりそうな気がするんだよね俺は。そんな甘い世界じゃないからね。もう一度もっと意識を変えないとね、いけないと思うよ。もっと競争しないと。 A、B でやってたとして B チームで結構すごいプレーが良かったからちょっと A でちょっとやってみようかなっていう AD の考えもあるわけだから、それで入ってみて何もしなかったってなったら結果そのままその評価になるわけだから、もう試されてるってことはもうちょっとやっていかないと。せっかく交代とかそういうので起用してもらってるから、で今お互いやり合ってると思うけど、もうちょっとコミュニケーションを取ってると思うけど、それでもまだ少ないから、選手同士のミーティングもいいし、なんかそのチームのミーティングでもいいし、そういうのやっていかないと厳しくなると思うから、もうちょっとそこ意識してやっていきましょう。いた今んとこ結構やばいですね。焦ってます結構。本当は今週試合やったけど、まあ7月の頭にトーナメントが始まるけど、俺にとってはこれは1ヶ月伸びたからチャンスだと思って。だって今は今週試合だったら俺はもう勝てる自信がない。今日のこれ見てても勝てる自信がない。でも1ヶ月まだ時間が伸びたんだよ。いくらでも上手くなるチャンスはある。でその上行けば行くほど人間性とかひたむきさっていうのがすごいその比例してそれに伴ってるんですよ。なんかバスケットの技術とその人間性の高さっていうのがすごい伴ってて、例えばアップに入るときに練習前のアップ入る時とかにももうシャー行くぞーみたいな、もう全員で外人とかも含めて声出してて、そこで一気にスイッチ変わるんですけど、なんかここ帰ってきたときはもうみんななんかタラタラやってて、そのチームワークが出ようとそういうレベルじゃないと、もっと強くなって強者心を持ってレベルアップする人も方法ないから、大輝いるなと思ったら大輝発信じゃなくて、お前らも大輝いるなと思ったらお前らから発信でやんないと。ドローンがもうゴールラインに下がってるんですよ。ゴールラインが下がってる、開いちゃって動くとなったら全部もうワンワンぶちかましてるんですよ。ワンワンめっちゃ考えたんですよ。そのままやれやれとかやっぱり声かけてくれるんで、うん、その分自分ももっとちゃんとやろうって思いますね、うん、まだまだ迷惑かけてる部分多いんで、とりあえず4年生だけが先行っちゃうみたいな、うん、もうマインドとか声出すのも4年生だけで、やっぱ後輩とかはそういう今まで経験してこなかったんで、うん、その分なんか見劣りするっていうか練習についてきてなくて全然、うん、でも最近はようやくその引っ張られながら基準は上がってきたかなと思って、うん、もうみんながやる気出してというか、まあもともとみんな試合出るためにやってると思うんで、それが形に出てきた、表現できてきたって感じですね、みんなが。
一昨日の練習試合で左足をなんか痛めちゃいました。多分リハビリとかが順調に進んで終わったぐらいにもう試合みたいな感じで、もしかしたら間に合わないかもしれない。レポートをやってなかったから何回か注意したんですけど、ちょっともう一回明日話させてくれって連絡したら、自分も話したいことがありますみたいな。もうなんかたまにはこう主張してくるなと思ったら、そんな話が。砂川アメリカに行きたいって思った。緊張するんですよ、自分。神代戦とかも会場着くまでもチャランポランだったけど、会場着いてから一気にこうグッてきたので、明日もそのパターン。結構トーナメントがなんか一番見に来るってエイジさんも言ってたんで、そのスカウトの人たちはもう自分のこれからのキャリアにも関わってくる一戦になるので、東海とかは特に。まああんまそれは考えてないですけど、とりあえずチームとしてどれだけいい試合できるか大事です。今はチームが多分うまくいくでもみんな多分思ってるんで、多分自信ついてるんで、チームとしても多分そこはすごいいいですね、今の雰囲気が。少しあのでかいこと言ってるけど、やっぱ会場来ると緊張します。いや、やるだけっす。それまでの準備はもうやってきたんで、フィジカル的にもアップしてるし、
数字的にはやっぱペイント内のフィニッシュっていうのはだいぶ増えてる感じがあるんで、そこをしっかり抑えるのと、まあ、うちの生命線やっぱりリバウンドと、あと向こうは結構トランジション走ってくるんで、そこの戻りだったりとか、その辺をしっかりやれば、まあ、大丈夫かなと思いますけど、うちがゾーンやる分拾えない部分がちょっと出てくる、でそこがちょっと、まあ、不安材料的なところではあるかも。ゲットボーイ、ゲットボーイ、ゲットボーイ、ゲットボーイ。あとゾーンしてる時みんな視点が、まあ、一方しか見てない、両方が見てない中原、せいぜいしっかり中原並べが走れどうなるで、リバウンド取ったも自分自分で行ってもいい。Feature presentation, fired up the pistons for the prince. I feel like Tayshaun. Business trips to Hollywood, I don't need no vacation. When the drop go platinum, I'ma hit the hesitation. Anyone who doubted, I don't label with the blazes. Swish, switch up in the video. We on an imminent rise. Life written on a big screen, she's in my eyes. Wow, yeah, oh my, my, my. This be the cheap color, but I like this. BYY, tans, no. Bitten and direct, we're celebrating for the view. Saw the cover on the green, we bought it, that's how we go. Everywhere that we go, kill it, kill it, Tarantino. That's that Tarantino, bro.
ちょっと菊池がそうかな。まあそのまあ菊池が誰が決めれるかって、なんかそこが菊池がハンドラーになってこう、ああ岡田がサトシ。で菊池入れたのは、お前ハンドラーでしっかり中ペイント入っていけ、必ずペイント仕掛けろ。はい、で例えば岡田はこっちにいてもいい。そんな時にキックアウト選択肢できるから。ピックとかじゃないです。はあ？あれピックの？マジ切ってんだ。何言ってんだよ。アーディが待ちたいセカンドで俺がピックとかなんだ、すっごい出したよ。でお前もどんどん仕掛けシュート打っていけ。オッケー、分かった。で、しっかり打った後ハリバックね、ハリバックを徹底すること。はい、はい、オッケー。で、上はキクッと今まで、オッケー、分かった。やっぱオフェンスリバウンド取られすぎだから8本取られてる。オッケー、下向きはフラットフラット。すいません、安定せい。いいか来て、この1分54分めちゃくちゃ大事。俺らの点数はもうベストなシュート決めなさい。だから2点でも3点でも一緒、点数は。分かった、はい、確実にしっかり点を取ること。 OK、はい、この終わり方、この1分50秒だよ。レースのやろう、しっかり、しっかり、それは、それは。Better get used to those. Everybody gotta recognize the plug. I've been giggled on that pure shit. They recognize the drug. Things gotta raise his hands. That's why they mimic me. Everything else is just victim of the circumstance. Everybody gotta recognize the plug. I've been giggled on that pure shit. They recognize the drug. Things gotta raise his hands. That's why they mimic me. Everything else is just victim of the circumstance. お疲れです。ひとまず、まあ、個人としては反省点がもう山積みです。まあでもチームとしてとりあえず勝てたんでよかったですけど、まあ明後日
挽回しないとちょっとやばいっす。まあ、スリーも確率めっちゃいいし、うん、まあ、あとはドライブの時の判断。はい、11の5っすよ。全然ダメだ。50点取るって言ったじゃないか、お前。50点取るんだったら、お前プレイステ5買ってあげたの。ガチか。お疲れさん。まあ、100点取って勝ったことが、まあ、まず良かったと思います。で、まあ、ただ課題いっぱいあると思うし、あの埼玉工業もやっぱりこの一を倒そうと思っていろんなプラン考えてやってきたなっていうのはすごく感じたし、まあ、またリーグ戦でこれ2回やるわけだから、なかなか手強い相手になると思います。だからもっと圧倒的に磨かないとスキルをね、うん、あと滝野な、お前ももっと、うん、ガードとしてマネージメントしないとダメだから、うん、もっとお前が仕掛けないといけないし、お前がもっとリズムを作るんだ。で、次の東海も、まあ、間違いなく、まあ、チャンピオンチーム、全国チャンピオンチームどこまでやれるかっていうのをチャレンジしないといけないし、やっぱうちのスタイル変えてたら、あの今日の大会もうトップレベルのディフェンスとか、それに対して1対1でどれだけやれるかが全てだと思うと、いいか、なのでそこで引いてやったら、やる意味がないから、やって思いっきりぶつかって現在地してる、そうじゃないと分からんぞ。テレビで見てる東海すごいなーってわぶぞな、これ全員言っとくぞ。毎回俺ら毎回東海東海やるけど、そこの意識が変えきれないな。で、俺は前半までクロスゲームしたい。なんならその覚悟を持ってしっかりやらないと意味ないぞな。俺らもそこをしっかり意識して準備していこう。俺ら選手インカレの時もそうだったけど、スリー打たなくていい、あ、スリー打たせていいよって最初言ってたけど、なんか福平のスリーポイントシューターがバコバコ入ってて、俺がチェックチェックって言ってしまったから、みんな行き出して、あれは申し訳ない。あんな話我慢しよう、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 いいか、今日スリーを100本決められても我慢しよう。いいか、我慢しよう。俺言わないから、スリーあちゃっけけって言わないから、ここを守る、徹底的に、ここを守る。例えばここにボールも打たれて、佐渡原っていうのはこうドライブしてくるじゃん。たら こいつ上のやつがもう閉じるぐらい、こいつもここにで、こいつはここの上を見ちゃダメだよ。ここつまり何が言って、こう飛ばされたらこれはここでスタントしていい、打たせていい、というよりもリバウンド分かった、分かった。それぐらい徹底的に何か絞る。オフェンスはまあシンプルにリバウンドってのは走る、はい、流れの中でドライブ、やっぱり抜かれたくない彼らの心情としては、そこを俺らが抜いてやるっていうゲームだと思う。ここを抜き続けないと、絶対そこ絶対こだわるわ。そこでもどれだけやれるかってすごい楽しみじゃ楽しみですね。もうほとんど B1 経験者たちなんで、どうやれるか楽しみです。八幡君だからね。誰？八幡弟が、ああ。これ初めてじゃない、高校の時もせやった。あ、そうなの。そう、どう勝った。そう、開始国際、開始今日も勝てる、今日頑張る。やってます。やっぱ初戦っていうのもあったのかな、なんかちょっと緊張してました、ね、もう視野が狭かったし、とりあえずだいぶほどけてきたんで、こいつらのおかげで。ちょっと今日冷静に、まあでもやることは1-1しかないんで、もう自分のプレースタイルこだわりながらアタックしていきます。始まった。
かごめん。ほら、ワンワンから入れてるけどちょっと止まってるな、ボール。ごめんごめん。ピックめっちゃ下がってるから、体型使ってジャンプできる。で、2000の、この、チェックやりますけど。外バーンって跳ねられるのしょうがないから、もう一回もこれ。それはしょうがない、中で取られてないから。オッケーオッケーオッケー。なんでお前関西風やねん、お前。ゾーンに対してディフェンスに対してしっかり下がる、しっかりボックスアウトする、リバウンド、ルーズボール、これやり続けて、どっちかができなくなったら多分バーンってやる。この3ピリ粘ろうぜ。オッケー。2人4ピリ違う展開起こるぞ。オッケー。分かった、この3ピリだぞ。全員で、全員で、全員で。やめたら負けだよ、やめたら負け。はい、
願いします。シューティングだよ。ちょっとエースさん言うんじゃねえかなと思いましたけどね。ちょっとゆっくりチェック、いけ行くな。やばい、後半めっちゃ疲れた。ディフェンスはそうでもなかったんですけど、やっぱ自分のなんかパフォーマンス最大値出せたら、なんかもっと全然30点とか多分取れたんですけど、自分のパフォーマンスがなんか 50% ぐらいだったんで、すごく悔しいですね。一番やりきれなかったこと。いやでも本当悔しいですね。悔しいしか出てこないです。全然やれてるなっていう感じはしましたね。普通にやっぱりそのなんか自分たちのオフェンスに対して東海がアジャストしてきて、後半インサイドゴリゴリにやられて、そこ意識したらまた外やられて、リバウンドも取れずに、ディフェンスの課題が多いかなって思うので、そこはやっぱ修正していかなきゃいけないなっていうチーム。あの場にいないと分かるし、圧すごかった。いや、それは分かる。滝さんのこの時間に控えてるボールスティールは初めてです。タギヤもまあもっともっと点取らないな。でガードとしてのマネジメントスキルは足りてない。なそこはもっと成長しないと、もっとチームが強くならない。で他のやつらは全然そうなんだけど、もう全然同じこと点取らないといけないし、太田も、ね、それなりに良かったけど太田。でもお前プロ行きたかったらもっとやらないとダメだよ。今日分かったらバフがファールトラブルして、ね退場になってしまった。俺らも全然ダメな。まあそれはバーバーの存在感で、バーバーの貢献度が高いわけだ。うん、そこに負けず、そこにその委ねたらダメだよね。もっとうまくならないと。分かった。それだけ。今日そのどういう差があったかをしっかり感じてください。いいですか。はい、お疲れ様。ちょっとそろ。やったオフェンスとかをもっと突き詰めなきゃいけないし、東海で当たったレベルを忘れずに、そのまた上に行けるように練習からまた頑張っていきましょう。そう、まあ今日やってみて分かった通り、例えばアレンにやられた時に、俺とか大輝にはアレンはつけないし、その分サイズがでかいやつしかアレンとは戦えない。一人一人にしかできないことっていうのがあると思うから、それも今日見つかったと思うし、でも俺ら全然多分戦えると思うし、そんな東海にこんだけやったならもう青学とか選手とかにはもう普通に勝てるようなチーム作りもしていきたいから、まあ、リーグ戦まで時間ないけど、本当一人一人の気持ち次第で今日みたいなゲームもできると思うし、まあ、これからの今日の試合を生かした行動っていうのは俺らでしっかり責任を持ってやっていくべきだと思います。やり返そう。すいません、先生。今年本当に一部多分上がれると思うんですよ。このメンバーだったら絶対いけると思って、その分なんか思いも多分強いですね。